最近髪の毛が伸びてきて不愉快ということで、今日は美容院に行っていい感じの髪の毛にしてもらおうと思います。今回担当してくれるのはコンフィデンスメンズヘアの高台さん。2ヶ月間も放置してボサボサの髪をどんどんと切っていきたいと思います。そして髪を切ること20分、カットが完成しました。あれ、なんか可愛くなってね。次にカラーも入れていきます。こちらは幼少期から白髪が多く、別に学生時代とかはそこまで気にしてなかったのですが、 TikToker になってから白髪を放置したまま動画を撮るとケチいてますよ。こいつ風呂入らないで動画撮ってんのかよ、という不潔指示中からのコメントが止まらなくなって面倒くさかったので、しっかりとカラーを入れてもらいます。そして視聴者からマジックテープみてえだなと言われた眉毛も剃ってもらって、いい感じに眉毛に対するアンチコメントが書きたい視聴者は2ヶ月後また書きに来てね。そんなこんなでカラーが馴染んできたので洗い流してもらいます。気持ちいいですか？まだ当たって人造人間16号みたいな最後にヘアセットをしてもらって完成。美容師の高台さん曰く、仕上がりのイメージはコムドットのヒューガさんだそうです。ヒューガ慣れました？いやー慣れてないですよ